皆さん、こんにちは。楽天証券経済研究所の香川です。本日、5月14日の動画でわかる投資とマーケットは、乱高下の米国株、セルインメイの後は、イールドカーブと業績で株価の行方を占うというお話をさせていただきます。もしわかりやすければですね、チャンネル登録、そしてグッドボタンの方をお願いいたします。それでは最初のスライドをご覧ください。はい、こちらの方ですね。5月入りで米国株が乱高下というチャートです。ご覧の通りですね、青いラインニューヨークダウ平均。こちらはですね、この今週に入りまして、1200ドル程度下落しました。ただですね、50日移動平均線、あるいは100日移動平均線重ねておりますけれども、まあ昨年のですね、2月3月は別として、まあ率としてですね、それほど目立った急落ではないということがお分かりになると思います。まあスピード調整のですね、一つかなという気がしております。まあさあ下がりながら、なぜ株価が今週下落したかということにつきましては、まあ結論としては下の方に書いてある赤いライン。恐怖指数ですね。つまりシカゴで計算されているオプション市場の、まあ、株価先行き変動率予想。まあこれがですね、足元をぐっと上昇しまして、水曜日はですね、27ポイント程度まで上昇しました。ただですね、木曜日、まあ13日になりまして、23ポイント程度にですね、落ち着いたと。まあいうことで、今朝木曜のニューヨーク株は、まあやや反発と。まあいずれにしてもですね、まあ下がったぶりの、まあ、株価調整ということになります。そもそもですね、株式相場的にはですね、まあ、やや株価がですね、調整するあるいは乱高下しやすい季節に入ってきたとは、まあ言われておりました。こちらがですね、株式相場のアノマリー、まあ季節性を示したグラフです。1991年から、2020年ですね、までの青色がこのニューヨークダウ平均、赤色が日経平均、この30年の平均を年初100として並べただけのシンプルなものなんですね。まあこちら書いてありますけれども、まあこの破線で囲っておりますけれども、どうもですね、年初来高い、まあ正確に言うと5月の上旬までは高いんだけれども、その後は株価がですね、調整しやすいと。5月中旬から6月と。まあ、いうようなところがですね、見ていただけると思います。まあ、これが過去30年間の平均パターン。まあ、このことを人呼んで、アノマリー。まあ、もうちょっとわかりやすく言うと季節性というふうに言われております。まあ、これにはですね、根拠が様々言われております。まあ、ミューチュアルファンド、ヘッジファンドがですね、まあ、決算期末、まあ、節税対策の売りが出やすいとかですね。まあ、あるいは、確定申告した結果の、まあ、なんて言いますか、税還付。まあ、これが、出てきて、それをもとに投資するお金がですね、出尽くすのが5月、6月だという話があります。ただ、確たる理由はですね、検証されておりません。おりませんが、なぜかこういう経験則があるということをアノマリーというわけですね。まあ、相場格言に、セル、イン、メイ、アンド、ゴー、アウェイという言葉がありまして、まあ、5月は株価がピークをつけやすいから、まあ、一旦売ったらどうですかという格言があるぐらいの、そういう季節性ですね。したがって足元、ニューヨークダウがですね、まあ、1200ドル程度下落してもですね、まあ、それは大きくびっくりするほどでもないかなと。
まあ、いう形でございます。次のページをご覧ください。まあ、毎年ですね、株価がまあ上昇したり下落したりする、その背景のファンダメンタルズ、金利動向っていうのはいろいろあります。こちらはですね、2020年以降の上から言いますと、緑色、債券市場で計算される予想インフレ率、期待インフレ率、ブレイクイーブンレートと言いますけども、こちらを示しております。まあ、ご承知の通りですね、昨年の今頃はコロナ危機でしたから、まあ、需要が冷え込んで、物価も、まあ、非常に下落したというベース効果、すなわち、去年の発射台が低かったこともありますけれども、このエネルギー相場を中心に商品価格が上昇し、したがってマーケットのですね、予想インフレ率が 2.5% を超えてきたと。したがってですね、10年債の金利、まあ、こちら一時落ち着いておりましたけども、またやや上昇していくんじゃないんですかという観測が強まった。というところで、まあ、この10年債の利回り引くことの予想インフレ率で示せられる実質長期金利ですね。まあ、これは今、マイナスのゾーンで、株式市場を支えている、実質金利がマイナスですから、株式市場にとってはプラス。まあ、しかしながら、この予想インフレ率がどんどん上昇するということになると、まあ、実質金利も上がっていくんじゃないんですかと。まあ、いったところで、まあ、株式のバリエーションに圧力をかけるんじゃないかという不安が足元で、台頭してきたと。なぜならば、この12日に発表された消費者物価指数、これ、前年同月比 4.2% ということで、実は、2009年以降で最高の水準になってきたわけですね。先ほど申し上げましたけども、商品価格の上昇とか、まあ、あるいは、経済は正常化に向かっているわけですから、米国は。この需要が回復する中で、ちょっと供給がですね、出遅れていると。まあ、これはまた在庫が積み増されてですね、供給がしっかり出てくれば、まあ、このインフレの圧力っていうのも解消するんでしょうけれど、実態として物価の上昇率は上がっていると。まあ、FRB 金融当局は、まあ、いずれにしてもですね、この物価の一時的な上昇は、相場解消されると、まあ、いうふうに言っておりまして、まあ、政策金利は、ここに書いてありますけども、政策金利はほぼほぼゼロ金利。これはですね、雇用の回復を重視するために、すなわち有色人種の方とか、低所得者の方々の雇用は十分回復してないわけですから、この低金利政策をですね、続けていくと。まあ、こういうふうにおっしゃってるわけでございます。まあ、いずれにしてもですね、債券市場の利回り曲線、まあ、イールドカーブと言われておりますけども、これは足元確認したいと思います。これは左の方が短いタームの金利。右の方に行けば行くほど、期間の長い債券の利回りですね。まあ、1年前。そして今年の初め。そして現在。比べてみますと、このイールドカーブは、傾斜化、スティープ化しているわけですね。つまり、短期金利は落ち着いているんだけども、まあ、長期金利が景気の回復正常化、そしてインフレが、まあ、上がるんじゃないかなという人たちもいますので、例えば10年債の金利、まあ、指標の長期金利ですね。1.7%。まあ、こういう数字になってですね、長期金利が、上がっていけばですね、株式市場にとってはネガティブじゃないかなと。まあ、こういう話になってきたわけでございます。ただ皆さん、ここでご注目いただきたいのは、短期金利ですね。短期金利。まあ、ご承知の政策金利、FF 金利誘導目標、0.25%。3ヶ月もののトレジャリービル。まあ、短期債。これは 0.01%。ほぼほぼゼロ。で、政策金利に敏感と言われる2年ものの債券利回りは 0.15% ということで、
まあ、要するにあまり変わってないわけですね。それは先ほど申し上げました通り、FRB としてはですよ。まあ、テーパリング、すなわち量的緩和はですね、いずれ縮小するかもしれませんけれども、この政策金利については、2023年までゼロ金利を続ける、そういうメインシナリオですよということをおっしゃっているわけです。したがって長期金利の方は、まあ、いろんなインフレとか、タームプレミアム、すなわち長い債券を、まあ、持つことによるリスクとかを反映して、こう、ちょっとこう上がったりなんかしてるんですけども、長短金利差は拡大するけれども、この金利の水準全体としては、いずれにしても比較的ですね、歴史的低水準ということがお分かりになると思います。なぜ私がこんなことを申し上げるかというと、セルインメイ、すなわち季節性で株価が、まあ想定通り下げましたけれども、じゃあ、その後はどうなんだと、まあ言うと、このイールドカーブは、長期と短期を象徴する10年債と2年債の金利差は、プラスなわけですね。10年債の金利、引くことの2年債の金利は、プラスと。まあ言ったところですね、しっかりと抑えていただきたいと思います。もう私はですね、過去30年間、1991年以降、30年間の、まあ、株価動向を検証いたしました。まあ、結論から言うとですね、SP500 株価指数は、1年間の騰落率平均 9.2% でした。まあ、あくまで平均です。上がった時もあるし、下がった時もある。だけど、1年平均でずっと持っていれば、9.2% でしたと。いうのが平均値です。よろしいでしょうか。それではですね、先ほど申し上げた長短金利差、つまり長期金利引くことの短期金利、まあ、ここに書いてあるんですけども、これが、純イールド、プラス、つまり、2年債金利より10年債金利が高い局面、場面、まあ、要するに2番ですね、から1年後の、米国株 SP500 の平均騰落率はどうでしたかっていうのを遡ってずっと計算すると 10.1%。すなわち平均よりもですね、2ポイント程度良かったと。まあ何が言いたいかというと、あくまで平均ですけども、長短金利差プラス時からですね、1年後の株価は比較的堅調だったというのがお分かりになると思います。しかしながら逆に、長短金利差がマイナス。それ何ですかっていうと、逆イールドと言います。2年債金利より10年債金利の方が低い。つまり、イールドカーブがですね、右肩下がりと。よろしいでしょうか。こういう場面では、どういうことが言えるかっていうと、要するに景気が良すぎて FRB がどんどん利上げして、二年債金利、政策金利が、どんどんと上がってですね、十年債金利と並ぶか、あるいは十年債金利が低い。こういう時はですね、先行きの景気、あるいは業績、まあ、これもうピークアウトだと。もう金利も高いわけですから、資金調達コストも高いと。まあ、業績はですね、ピークを迎えつつあるなということで、株式は平均的に1年後マイナス 3.3% でしたと。つまり、長短金利差マイナス時からですね。マイナス 3%。まあ、低調だったなということがお分かりになると思います。じゃあ、今はどういう局面かというと、非常に歴史的に低い金利水準で、長短金利差は、純イールドプラス。ということで言うと、まあ、この株式市場のトレンドとしてはですね、未だ、まあ、しっかりしたトレンドが見込まれるのかなと。まあ、こんなふうに、まあ、言えるんじゃないかなというふうに思います。そしてですね、先ほど来何回も言っておりますけれども、長期金利がですね、やや上向きなのは、なんでですかと。言うと、米国経済は正常化に向かっていますよと。まあいうことを反映した動きなわけですね。まあこちらのグラフは民間エコノミストの
経済予想平均、まあ、実質 GDP 成長率の、まあ、国別地域別のですね、2021年の予想と2022年の予想を並べたものです。まあ、なんと言いましてもですね、世界で GDP が最大の国は米国。まあ、米国は昨年コロナ危機で 3.5% のマイナス成長になりましたが、史上最大の金融緩和、まあ、積極的な財政出動、そしてワクチンの実用化、接種普及で、今年は 6.3% の成長。つまり、昨年のマイナスを補って余りある、まあ、高い成長率が見込まれており、そして前年比のベースがありますけれども、2022年も 4% の成長が見込まれているわけです。まあ、したがって、まあ、長期金利はですね、一説によると、まあ、いろんな見通しがありますけれども、まあ、2021年中に 2% 程度、あるいはそれを超えてくる、そういう水準になるかもしれませんが、経済はですね、回復軌道をたどるということで、ございます。したがってこういう景況感を移して、こちらが重要ですね。今まで米国市場の堅調のエンジンは金融相場と言われていたわけですね。つまり過剰流動性。こちらが株式を支えていたんだけども、まあこれからはですね、業績相場だと。まあ金融相場から業績相場に、ステージが移行する際はですね、ボラティリティが高まりやすいということも言われております。で、この業績相場というものがどういうものかっていうのをお示ししたのがこちらのチャートです。これは何かというと、黒いライン。これが SP500 株価指数。まあ昨年は春に大きく下落しました。まあその後ですね、堅調をトレンドを歩んでまいりましたが、このですね、この水色の棒グラフ、これ右軸ですね。これは何かというと、SP500 株価指数ベースの12ヶ月先予想、一株当たり利益 EPS ですね。これをですね、ずっと並べたものなんです。昨年の春はですね、まあ米国経済は短期的にしてはリセッション、景気後退に陥ってしまいました。パンデミックリセッションですね。したがって株価はそれを先読みして大きく下落したわけですが、業績はですね、春に底入れし、この予想 EPS は、この上向きをたどっていったと。まあ、いうのがお分かりになると思います。すなわち、業績は底入れして改善基調をたどっていったと。そしてですね、今何が起きているかというと、1、3月期、すなわち第1クォーターの業績が予想よりも良かったと。そしてガイダンス、業績見通しが良かったということを反映して、今、足元の12ヶ月先予想 EPS は、前年同期比で 45% ぐらい、史上最高水準を上回る堅調を示しております。まあ、結論を言いますと、業績は景気敏感株中心に、まあ、あるいは IT セクター、テクノロジー株はですね、長期金利上昇、まあ、この懸念を移して、株価下落しておりますけれども、業績はですね、押しなべて堅調です。ということで、業績がいいという、このトレンドを確認しつつある、そういうステージに入ってきている。すなわちもう一回申し上げますと、金融相場だけではなくて、業績相場の色合いを濃くする、そういうステージに株式市場が移りつつある。まあ、そういった中での過渡期の株価乱高下じゃないかなと。まあ、5月、6月はですね。まあ、そういったような印象が強いということを申し上げたいというふうに思います。さて、それではですね、そのセルイン銘、まあ、5月株価が下落して、まあ、その余韻で6月もですね、やや乱高下する可能性がありますが、まあ、投資スタンスとしてはですね、まあ、押し目買い。あるいはですね、
積み増し買い、つまり下がったところではですね、ずっと積み立ててきた投資を、まあ、継続していくという好機なんじゃないかなというふうに、まあ、思うわけでございます。もうそういった投資にあたってですね、参考にしていただきたい投資ツールとしてですね、100円からできる、米国株の投資法がございます。これは何かっていうと、別に100円じゃなくても、1000円でも、1万円でも、10万円でもいいんですけども、まあ今、少額の投資からですね、米国株をですね、積み増していこうという、そういった投資家がどんどん増えておりますので、参考にしていただける、まあ、インデックスファンドをご紹介したいと思います。楽天の全米株式、インデックスファンドですね。その基準価格、プロイライン。つまりですね、米国の、まあ、株式市場平均と、全く連動するように、設計されているファンドですね。そしてこの右軸がですね、左軸がこのファンドの運用充実なんです。まあ皆さん、イデコとか積立ニーサとか聞いたことあると思いますけども、定時定額投資、積立投資の資金が、まあ若年層、そして最近は女性の方々中心にですね、どんどん資金が入ってきております。なぜならば、このファンド、信託報酬率、つまり運用経費率が 0.16% ということで、非常に、まあ、インデックスファンドですので、低く抑えられております。で、このパフォーマンスはですね、ヴァンガードという米国の運用会社の ETF、こちら VTI という、まあ、ティッカーシンボルですけれども、これと連動するように設計されている投資信託。投資信託ですので、100円以上から、100円から投資できると。まあ、いう、こういうインデックスファンドなんですけども、まあ、パフォーマンスを見ていただきますと、米国市場の、まあ、長期相場を反映している、まあ、そういうパフォーマンスになってきておるわけでして、直近は当然、5月ですね、上旬をピークに下落しているという状況になっています。まあ、こういった投資ツール、まあ、インデックスファンドを利用して、この米国株式の押し目買い、あるいは積み増し買いですね、積み立て投資。まあ、こういうのをですね、継続していくと。こういう投資にですね、ご注目いただければいいんじゃないかな、というふうに、まあ、思っております。わかりやすいお話ということであれば、ぜひ、チャンネル登録、そしてグッドボタンをですね、押していただければ、ありがたいというふうに思います。最後までご清聴ありがとうございました。